このチャンネルは漫画メス再現を通じて普及の名作グルメ漫画たちの魅力を再確認しつつ、対決を再現したりして本当に美味しいのはどっちなのなどを研究する料理研究部です。チャンネル登録して一緒に研究部員として盛り上がりましょう。合言葉はイエーイ星です。イエーイ星、チャップマン漫画飯料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回は漫画翔太の寿司の再現のため、翔太の寿司の中にも出てくるこの中川海苔店さんの工場直売所で海苔の方を購入してきました。今回はサジさんのお父さんが作ってたという思い出のアサリの佃煮の海苔巻きの方を再現していきます。はい、それではアサリの佃煮を作るために市販のボイルアサリの内臓を取っていきます。これはめんどくさい作業ですが、これをやるとやらないでは仕上がりに雲泥の差が出ます。内臓を抜いたアサリはちょっとしたタッパーに入れておきましょう。あ、セクシーな姿がめっちゃ映っとるやないかい。佃煮のタレを作ります。翔太の寿司では貝の佃煮は煮ずに、まあ、漬け込んでおくことで貝が固くなるのを防いでいきます。貝を固くしないこの配慮、固い貝のカレーを出した小西和也に聞かせてあげたいものですね。黒糖、酒、みりんのアルコールを飛ばし、醤油を入れて沸かしていきます。この沸かした煮汁をタッパーに入れたアサリに入れて漬け込んでいきます。それでは次はシャリを作っていきます。この香典返してもらった良さげなお米をザルでふるい、割れた米などを避けていきます。そしてこの米を拝み洗いで洗っていきましょう。洗ったお米からザルで水を切って置いておきます。これを釜飯用のお釜に入れて、米と同じ地域の名水を入れて炊いていこうという寸法です。これをこのままガスコンロで沸騰するまで火にかけ、沸騰してきたら外して、まあ、あとは蓋をして固形燃料の弱火で炊いておきます。多少吹きこぼれても中で米が踊るのがポイントになってきます。お米が炊けたので酢飯にしていきましょう。大鳥寿司のシャリは酢と塩で砂糖が入らないらしいので、みりん、純米酒、そして塩で合わせていきます。ご飯の粒を潰さないようにそのまま冷ましながら切るように混ぜていきましょう。それではアサリの佃煮を細かくして巻きやすくしていきます。房総のアサリの佃煮のイメージだともっと色が濃いので、もう1日ぐらい置きたいところですけど、今回はこれでいきましょう。では中川海苔店さんの初摘みの高級海苔を使って巻いていきます。では海苔の上にシャリを乗せて巻いていきます。あ、これ海苔って半分で巻くものだっけ。何を隠そう、この私基本的なところから寿司のことを全く知りません。あ、そしてこれ形がいびすぎて大政さんたちにこんなもん使えるかって怒られるやつですね。全然海苔巻きになってない。よし、今度は半分の海苔でチャレンジだ。ちゃんと具が真ん中に行ってくれるように巻いていこうと思います。あ、今度は海苔が足りてない。もうこれは半分付け足して形に無理やりまとめていきましょう。巻き終わったら均等の四つ切りにします。これで6カットしないのがこのポイントになりますね。翔太の寿司よりアサリの佃煮の海苔巻き完成です。それでは早速食べていきます。いただきます。あー、これはアサリの内臓がないことでここまでえぐみがなくなるのかって感じですね。漬け込みで作ってるので柔らかく仕上がってるのもポイントが高いです。これちゃんとした修行のした職人さんが作ったらきっともっと美味しいんじゃないだろうか。海苔も美味しいしシャリも美味しかったです。これは少し練習して翔太の寿司の再現もチャレンジしていきたいところですね。それでは今回の研究結果です。翔太は妥協で使っていたが、中川海苔店さんの海苔は美味しいです。アサリの佃煮は面倒だけど内臓を取ると段違いで美味しいですね。たかが海苔巻きだけど職人さんと素人ではやはりかなりの差がいろいろ出てきます。今回紹介した翔太の寿司、道徳の授業をおそらく受けてない悪人キャラが多く、胸くそ悪い展開が多々ありますが、
それを翔太が打ち破っていく姿が痛快な寿司漫画です。寿司の知識は翔太の寿司からっていう人も多いんじゃないでしょうか。そして翔太が自分の味噌に傷がついたら、あ、これをネタにした神経衰弱もございます。次回のコミティアでは道徳一の代表格佐々木が主人公の新作が登場するそうです。ぜひビッグサイトに駆けつけてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この間のお休みで秘密の山奥にある養子工房さんに行っていろいろなジビエ肉を買ってきました。これで久しぶりにやりたかった食劇の相馬の再現をやっていこうかと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。